アバイボリューム13、俺たちで最後です。まあ、ちょっと電波途切れてて申し訳ないんですけども、あの録画の分はいけてると思うんでね、また開け直しますから、そちらの方、楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。はい、ということで、なんと総額だ、今日も俺がベースを弾いています。誰もベース弾いてくれなかったんで、あの一応ベース募集してますんで、あの団員募集してます。ちょっとお休みがね、みんなお休みしてしまってるんで、はい、まああのしばらくはね、ちょっとベース弾こうかなと思ってますんで、盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい、そしたらなんと総楽団といえばこの歌いきましょう。イニシエの都。そっちか、あれあれ、ちょっと待って、ですよね、イニシエいつも俺が間違うねんけどね、今日はボブさん間違ったからね、折れちゃうよ、折れちゃうよ、俺ちゃんと覚えてたよ。はい、じゃあ今のところカットしていきましょう。それでは行きましょう、イニシエの都。
なんかさっきからね、アクセラレーターのみんな笑ってるから何してんのか、多分こっちでなんかしてるはずやりたかって多分こっちでなんかしてるもうすっごい羨ましかったなんで笑ってんのかなとかってかもう気になって仕方なかったけどねあと何やったかな思いながら思い出そう思ったらちょっとしくってもだ、ね、なんかチラって見たらなんかやってるしこんなやってたらこれなんか真似してんねんなとかはいもうちょっと俺が必死やのに必死に似てるのに楽しいで楽しんでるで俺はねえ分かってもらえたまあいいよかった楽しいのが一番です、見てる皆さん大丈夫ですか途切れてませんか大丈夫ですか楽しんでもらってますかはいどうでしょう日月誠一止まってますか首かしげてますけど、ね、大丈夫かなまあまあいいでしょう、まあ、止まってたら止まってたでそれもライブですねということで盛り上がっていきましょうイエーイよしそれでは次の曲いきましょう、俺たちと一緒に戦いましょうこの手に銃は
はい。なんか言おうと思って忘れたのか。はいはい。まあ皆さん楽しんでください。そしたらね、次もまさに奈良っぽい歌を聞きたいと思うんですけど。なんかやってますね、坊さん。何ですか。はい。それでは次の曲聴いてください。須坂中瀬。Oh,
いや今日もたくさんの人に囲まれて気持ちいいですね。ね、やっぱりライブっていいですよね。まあちょっと配信のね見てる人はちょっと画面越しになっちゃいますけど、まあそれでもちゃんと生演奏でね、やって作り込んでないっていうところが逆にね楽しんでもらえてるからなと思います。まあ俺もよく歌詞飛ぶし、日月誠二もよく瞑想してますけど、そういうところも含めてライブということでよろしくお願いします。イエイ。そしたらちょっと恒例のマサさんのしゃべりでも行きましょうか。酸素少ないですね。酸素少ないです。はい、いやほんまにね、ライブやっぱりいいっすよね。何事も生はいいっすよね。ビールも生が美味しいし、ライブも生がいいっす。まあ夜あ言わんときますわ。はい。まあこの辺にしときましょうか。はい。ね。まあそういうことで、なんと総楽団盛り上がっていきましょう。イエーイ。
ベース長いから当たってもらった。ギターやったら当たらんねんけど。はい、ということで、はい、ちょっと飛び出てしまったんで次の宣伝しておきます。次の天皇元帥会ボリューム14は、12月の12日ですね。はい、12月12日日曜日です。はい、画面の前の皆さん、出たい人いたら俺まで連絡ください。DSD さんは出てくれました。出たよ。電脳幻想夜会ミニチってね、ちょっとうちからね、こう弾き語りのライブとかね、よく生でやってたんですけどね、その時にね、いつもコメント入れてくれるんですよ。コメントしゃべってんかな。どうぞ。でね、問いかけてたら出てくれましたんで、ありがとうございます。こういった仲間に支えられて電脳幻想会続いています。そしたらそんなみんなに送る歌を聴いてください。友よ。Yeah.